まあ、ルーフが主だったんですけど、導入する前はシーリング材ですかね、それを用いてコーキングで、やっぱり人がやっぱ作業するということで、まず均一性が取れない、あとはその充填料とかで人によってやっぱ作業者にかなりガラつきがあるということで、まあ、何かいいのかないのっていう形でいろいろ模索してた状況がありました。はい、これ採用にあたってはいろんな検証ですかね、耐候性、耐久性、それから作業性に関してもいろんなアドバイスをいただいて、まあ、思い切って導入という形に、行きました。作業間の統一が非常に図れたということと、まあ、当然見栄えも上がりましたし、気をつけるポイントも非常に少ないという点あるので、まあ、同じ面をするとするとやっぱり、半減ぐらいでしょうかね。15年以上はもう経ちますかね。当社は他に通信機のボックスとか非常に漏水にシビアな製品作ってますので、そういうものにも非常に有効で、ほぼ、私の製品使っているような状況になっています。